ばんは、早い。眩しいって、お金持ちではない。お金持ちはないよ。そう、キラキラしてる。こんばんは。あ、大富豪ありがとうございました。ごじゅさんちゃん、お近くのカウントも皆さんありがとうございます。見せたがりでね、ちょっと買ったら見せたくなっちゃったから。もう早速。そういう意味じゃなくて、あら、間違えたかな。はい。どうもどうも。うん、宮古地させられました。あ、本当ですか。宮古地。ありがとうございます、対戦。キラキラ、サンタクロース。真っ赤なお花の、こんばんは。どんな、あ、そう。今日それでね、思い出してじゃない、ずっと思ってるんだけど、あなたとクリスマスイブも、ちょっとすぬちゃんに今日、告げたから。ちょっとそれをね、ちょっとお願いしますって、ちょっとそろそろ歌いたいなって思ったから、お願いしますってお伝えしといたよ。今日だからカノも頑張って練習します。負けた、あれ負けたっけ。もうなんかね、カノなんか、あ、ヤクファミリーの人だって思った時に都落ちをよくした覚えがあるんだけど、大貧民だったりとか、楽しいモアさん、そう、あのね、すぬちゃんのサンタさんはちょっとあのなかったことになってる今。あの、なんていうの、もうね、ちょっとクリスマスムードね、さ、前来てちょっとさ、今冷めてるクリスマスムード。すぬちゃん自体はそう、あのあれなんだよ、あのすぬちゃんのこの前お誕生日があったじゃないですか。だからその時にプレゼントの話になって、それでクリスマスもあるじゃんっていう話になって、あの考えてたんだけど、すごい一生懸命、ファッション、こんばんは、ありがとうございます。そう、一生懸命考えてたんだけど、クリスマスプレゼントの前、あ、間違えちゃった、誕生日プレゼントが来たらわっほーいってなっちゃって、ちょっとクリスマスのことはとりあえず良いことになってるから、今はなかったことになってるね。使いかサイリウム、ちょっとね、まあ、全員はあの覚えてないけど、結構対戦できて嬉しかったです、皆さんと。できて、忖度なし、そうなの、皆さん強かった。すぬちゃんに、ツリー、そう。気が早いのは、ツリーだって、同じ。ということで、今日はこのまんまの光で配信できたらなっていうのが目標です。目標です。じゃあ、他のクリスマスグッズも、ちょっと紹介しますね。本当のクリスマスの時はそのもう一個何かが起きますから、とりあえずあの今日はグッズの方を紹介。でれーでででででででー、すぬちゃんいらっしゃい、すぬちゃんということで、すぬちゃんがまたまたいらっしゃい、すぬちゃんということで、二人すんごい可愛いと思ってお家に連れて帰ってきました。サンタさん、やばいやつじゃないよ、可愛いよ、ちょっと双子ちゃんみたい、こうお揃いの色違いっぽい、違ったけど、帽子をちびすぬちゃんたちがかぶっていて、これにはある、あげません、あげませんよ、そんな可愛いものをね、可愛いのはあげない、スネタとスネコ名前がめっちゃ日本ですね、日本の名前。よし、じゃあこれをいきますよ、この子たちをピカピカ、ちょっとライトが近くてよく見えてないけど、一回消してみよう。おお、こちら見えますか、スネちゃんが全身光り輝いております。もう一人のすぬちゃんも見てください、こちら光輝いております、ピカ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 って可愛いですね。尻尾もちゃんと見えない、ここについてて、新しいサイリウムおーおー、可愛いです。こちらもこういう感じですね、チン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 
ちょっとこれはあの今この今日違うめっちゃ違う画角なんですけど、ちょっと今日の画角ではご紹介で終わっちゃうんですけど、また飾っておきます、ピアノの上かどっかに。じゃあまたクリスマスでバイバーイ。劇場に持ち込み可能かな、だって公衆の何してるのだぜ。じゃあちょっとね、クリスマス楽しみだねっていうことですね。ささなちゃん光ってる、3つ、あらかわいい、だってポチッ、あー何よ、ポチッ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 、マチもち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 、初見さんありがとうございます。おはようさんちゃん、まねみずさんちゃん、よろしく、いってらっしゃい、そういってらっしゃいです、さんです、さんちゃんです。そうサイリウムみたいにも使えそうですね、まあまあなんとかでそう、あ確かに街中もね、あの増えてきたよね。そうここ買ったところももうクリスマス一色だった、クリスマスピカ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 してた、可愛すぎだね、スヌちゃん、スヌちゃん、スヌちゃん、スヌ、スヌ、スヌーピーだけどね、スヌーピー可愛いですね。はい、おはようさんちゃん、あそう明日のやつ、まあ最後にももう一回言うけど、おはようさんちゃんラジオね、明日おはようさんちゃんラジオやります。時間を決めて、もうあのね1時から、今日こ今回は13時から、お昼のね、お昼の13時からやります。13時からちょっとね食べて、それでラジオにやっていこうと思うので、じゃめんどくさいんじゃない、ちょっとやっぱね英語で来てくださったから、そしたら英語で返そうということですね。 Thank you と、よろしく、よろしくは英語じゃないよろしくは英語じゃないけど、まあその辺は、はいはいはい、ということでお正月グッズも、はい、鋭い鋭いでございます。じゃあOK です、かしこまりました、ありがとうございます。どんだけ、え Thank you thank you、 そう Thank you thank you、 ではちょっとそのお正月グッズとやらをご紹介いただし、いたき、ご紹介します、ちょっと明るくしよう、ご紹介してします。朝の5時、13時の朝も5時じゃない13時でございます、13時あるんです、鋭いです、とてもお見事、なんて言うのってちょっとなんかね、よろしくやどうも、難しいんだ、あやっぱ難しいよね、よろしくでいいね、なんやなんやなんや、違います、なんやさんは出てこないんですけど、じゃじゃーん、この足といえばオラマルー、じゅじゅん牛になっちゃったオラマルくんです、イエーイ、でで、すごくいい感じじゃないですか似合ってるかな、似合ってるかな僕、恥ずかしい、オラマルのお帽子を買ってまいりました。どうですか、ちょっと皆さん、牛になってて、来年2021年は牛ということで、オラマルも牛になろうということで、こちらがそういうお正月系グッズでございます。すごく似合ってるじゃないですか、ベビー服じゃない、これはこれはオラマル専用なんです。はい、登場します、何今日テンションやばい、今日はちょっとなんかこういうさ、ちょっとハッピーなものを紹介するからテンションが高いんですけど、これが終わったらちょっと真面目に、ちょっと今日はあのギターの練習をしようと思ってギターを準備したので、ちょっと真面目に練習していこうと思います。なんか最近ピアノをずっと弾いてたから、あのギターが全然やってなくって、だからギター頑張ろうって、だから今日は頑張ろうっていう配信なので、てか頑張るので、ちょっと応援をしてほしい配信でございます。記念撮影、
すごいよ、お正月とクリスマスと何でもない日が組み合わさってる写真。ピッ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 。なんか今日の髪の毛またなんかいつもと違う。オラマルくんもしばらくはこれになるかもしれないです。はい、ではオラマルくん待っててね、練習するから。よし。そう、ギター。まず今日チャレンジしたい曲は夏よ急げと夏よ急げと渚のイメージです。ちょっとどっちもクリスマスツリーとはほど遠い曲になっちゃったんですけど、その2つを練習しようと思うので、がんばるさんはちょっとサイズがでかくて頭のとりあえず今のとこないです。クリスマスになったらなんかあるかもしれないからお待ちください。逆立ちやしない逆立ちその季節感がちょっとごっちゃごちゃのもうよくわからない感じになっちゃったんですけど、とりあえず夏よ急げとをやってみようと思います。そう、ちょっとあれを入れよう、なんてテロップを入れたいんだけど、何どうやって入れようかな。季節感って入れとくか。季節感わら、うまく入れれない、うまく入れれないよ。ちょっとこのこうだね、変じゃないかな、大丈夫かな、大丈夫かな、このこのテロップちょっとなんか変かな、大丈夫かな季節感わらわらわら、いっか、いやいや、良きよだって、メリークリスマス。じゃあ練習します。ギターを、今日はあれですよ、このギターを映すあれもあり、この画角なんですよ。実はすごい、これギターに不向きな服だ。ちょっとコメントがちょっとね、ここだと読み取りじゃなかった、見づらいか、見れない、みんなね、あんまり見れないから、しばらく待っててください。はい、そう、横に座ってやります。映るでしょうね、これだと。頑張ります。カポは1です。カポ1。ちょっと一通りコード弾いていきます。F シャープマイナーが今日の課題、あと早いところとか、終わったかな一通り。よし、頑張ります。いい、頑張ります。感じだろう。
今日の課題が分かったと思うんですけど、あのバレーコード、バレーコードが難しいですありがとうございます、聞いてくださって、なるまさんありがとうございます。左手が、あ、ちょっと楽譜に集中しすぎて、あ、ツリーに隠れてたかな、ありがとうございます。ちょっとこんな感じで頑張ります。カノンさん頑張ります。咲いた咲いた、ありがとうございます。咲いた咲いた。そう、ビンマイのセブンがこうピッと早くいけないところ、ビンマイナス、そう、ビンマイナーかこれですね。ちょっと音が、ツリーに釣られたの、あら、こんばんは。このジョーンってなんか、なんか違う、そう、 B マイナーかな今見てるのは。ちょっとこの地道だね、これは。まあこれはちょっと頑張るしかないな。あー、見てるものによる。あっ、むっちありがとう、待ってくれて。フラメンコ踊りながらな感じ、ダダラタッちょっと違うちょっといきなり自分でやるにはちょっとハードルが高かった。フラメンコなんてできんかったかな。音符ありがとうございます。サムライ、ギターサムライ、もう一回やってみよう。どうやってリズムでやろう、これぐらい。そう、夏来てほしいからさ、ちょっとこれ次もうちょっとこっちにやるね。よし、やっぱ左手隠れちゃうわ、アングルって難しい。あー、ハートありがとうございます。
気合いで、気合いちょっと、はいって気合いで押さないと、へっ、へへ、気合いで押さえないとね、ちょっとついていけないな、このリズム。ありがとうございます。ちょっとそうですね、じゃあ苦手なところを集中的にやらなきゃ。いい雰囲気出してる。ちょっとツリーのおかげかもしれない。苦手なところを集中的にやりますね。はいって言うから。はい、ちょっといらないかもしれない。ちょっともう一回やってみる。だからやっぱ兵が必要かも。練習するのみって感じ。変が必要か、ちょっと微妙です。シャット素早く、そうシャット素早くも読むの難しい。はいって、ありがとうございます。掛け声みたいになっちゃった。路上ライブこんな下手っぴでやってたらダメだよ。誰も集まらないです。ダメです、それは気づかれんぞ。ちょっともっと上手くなら。そもそもこのナルトめっちゃ綺麗。ちょっとなんか半音みたいな感じで、半音か分かんないけど、移動がすごい素敵なのに。ここね、ヘイヘイヘイ。ピックはピック見てください。すごい光ってる。あ、見えた。ワンちゃん、へい、ワンちゃんです。人差し指にギュイーンって力を入れて、だって。はい、ターン来たらいきなり上手くなって。いや、やめとこ、上手くなら、そんなちょっとダメですよ。はい、行きたくなってきた。おー、おしゃれですか、このワンコ。かわいい。文房具にもいます、このワンコ。多分ワンワン、かわいい。路上じゃない。ちょっとありがとうございます、本当に皆さん。耳がとても温かい皆さんですね。あ、ワンコになれる。ワンワン、ワン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 、どうも、ワンちゃんです。はい、もういいです。もういいです。ピックはもういいですね。練習しましょう。人差し指にギュイーンって力を入れるんですもんね。よくあるパターンだって。犬、頑張れ。人差し指ギュイーン、ダメですね。足がつりそう。なんか大丈夫かな。ギュイーン、笑顔。顔よって。そう、ギターマンなんですけど、ギター練習です。ギター練習配信です。人差し指、みんなで力を送って、送って、みんな人差し指にパワーを。頑張れ。角の人差し指。
人差し指だけやってみよう。これ合ってる？ちょっとずれてきちゃったかも。いつの間にか。こんばんは。なんかちょっと。気合で弾いてるさんちゃんね気合ダメだよね。もっとちゃんとこうコツが多分あるんだよね。力も入れてる。なんかなんだろう、抑えれてない。ちょっとなんかさ、そうしてやってみよう。ちょっとしっくりいってないですね。お、制服の目とかちょっと難しいね、これは。ちゃんとやろう。ちょっと暗いかな。暗いかな。まあいいや、しょうがないですね。イルミネーションをきれいにするためには、ちょっと石川かのさんに教えてもらわなきゃ。リカちゃんも教えてくれるかな。ちょっと先生に教わらないいいや、これね。これでね、ネックの親指、はあ、F とか B はもうやるしかない。頑張れ頑張れ頑張れ。オラマル、あ、オラマル挟んでないからかな。ちょっとオラマルプリーズ。はい、挟んだオラマルをお腹に。ここにいるよって、僕はここにいるよ。ちょっと待ってね。はい、僕はここにいるよ。オラマルの手も借りて。分かんなくなっちゃった。は。親指の。ちょっと下にしてみた。上。左目。あ、あ、惜しくない？星になっちゃった。サンドの以外は一つくらい。そしても買わないですよ。3度と7度が重要だって。ちょっと高度、高すぎてスベルブルが。3度と7度。3度と7度ってさ、あれだよね。今の和音の中の3度と7度ってことかな。全然ギターだと分かんないです。人差し指に浮いてる。あ、浮いてるようにも見える。浮いてる？なんで浮いてんの？もっと根元？ギュイーン！音は綺麗じゃない？今までで一番。どうです？ファイト、ありがとうございます。埼玉、埼玉、ありがとうございます。さっきよりコードを抑えると、あ、なるほど、そりゃそうだなだいぶ良くなってきたって。じゃらんじゃらん、違いますよ。見て、大変。こんなの自慢することじゃないけどさ、シマウマみたいになってる。光って見えないかも。シマウマみたいになっちゃったシマシマ弦のあれが、コードは、あ、今はコード弾いてないです。もう人差し指だけやってた。だけど弾かなきゃいけないのは B マイナーと F シャープマイナーで、なんだっけこれ、何で見たんだっけな。
まあ、ギターとあのウクレレとかのあれだったと思うけど、うん、やってみる。コードでコードをつけて、コードの部分を押しただけでは、あ、しまう大丈夫。これに人差し指、音は鳴ってる。ないけど一回流れでやってみるね。なんか間違えてるかな。間違えてるね。は、うん、仕方ないね。一個ずれてた。なるべく近くで後ろの親指を下の方に持っていくと力が入りやすい。だってちょっと待って、フレットになるべく近くだからこう、もうギリギリでコードを押さえて下の方、おかえりんご、やめやめ、ギュイーン。経験者多い、めっちゃ多い、本当に多いよ。どの弦が鳴ってないか確認してみそう。さあちょっと気合が足りてなかった。もう一回、気合じゃないんだよね、気合じゃないかもだけど、ちょっと今のちょっとそれにやばかった。ではこの B マイナーでやってみますね。押さえてみて、あ、これかなっていうのから、あ、最後と最初の2番目、最初から2番目と最後、今鳴ってる。最後も最後が鳴らない。でも一番最初鳴っちゃいけないんだよね。もうちょっと下、あー、なった。ダメだ難しいな、こういうのじゃダメ。一応なったんじゃない。今コツ教わったから、あと練習、反復、何、反復練習だったっけ。反復練習ならちょっとやるしかない。書いとこっかな、かのこういうの書いとかないと忘れるから。はい、ということで教えていただいたことを書こう。んーと、復習、素早く動かすのが難しいから、とりあえず音が鳴ってない。まず
見逃してたらどうしよう。ん？あ、読めない。次が初見さんありがとうございます。漢字が弱くてごめんなさい。まずフレット、フレットだよね。フレットのフレットに、フレットに近く、近いところで、ところを押さえる、で後ろの指は、後ろの指を調節だよね。後ろの指、後ろの親指調節下の方がいいかもって、下の方がなりやすいかも、良いかも。あとは鳴らない音、鳴らない音を、鳴らない、鳴らない音を確認。で、調節するでしょ。あとは感覚、力もあれだけど、力任せすぎず、コツ、コツコツ、コツ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 、笑顔とギュイン、ギュインとと笑顔。はい、オッケー。ギュインと笑顔だね。今日まだもう一曲あるから、顔それでいいの。歯はちょっとね、ダサいから、ちょっと自分で言っててダサいから、はっ、やめました。大丈夫かな、こんな感じ。でもこれは多分今回のコードだけじゃなくて、バレーコードは全部これだよね。でも次も渚のイメージもちょっとせっかくだからやるけど、同じことになるけどね。頑張る。かっこいい、ありがとうございます。全然カノンはかっこいい、ごくない。もう見てくださってる皆さんのお耳と教えてくださってる方がかっこいい。さあ、いた、さあ、いた、さあ、いた。滑らかにだって。おお。頑張る。頑張る。ギター手が痛いからちょっと、あんまり好きじゃないけど。ああ、好きじゃないけど。でも弾けるようにはなりたい。弾けるようになりたいし、ギターが嫌いなわけじゃないんだ。手が痛いんだ。頑張る。頑張ります。キアラコイン出さないだってはって言わないってこと。ははは、なし、ははなし、指に込めましょう。はい、頑張ろう。じゃあ、あ、そうだ、なんか今さ急に思い出したんだけどさ、あの前さ、前の配信でさ、なんかそのあ、もしかしたら会うかもしれないわけじゃないですか、皆さんと。あの栄付近とかさ、特にたまたま、え、なかったっけ。そう、めっちゃ急にさ、あれだけど、話変わるけど、そう、会うかもしれないじゃん。だからさ、その時どうしたらいいかわかんないみたいになってさ、カノもわかんないですって答えたじゃん、でしょ。でさ、なんか 思ったんだって。それをずっとなんか、はあ、確かになって思ってて、なんでかっていうと、一回ね、栄かな、栄でいた時に、カノンが普通に過ごしてた時に、なんかね、ちょっとなんかすごいね、ちょっとね、会釈をねしてくれる方がいて、はっと思って、最初は普通になんか後ろの人に会釈してるのかなと思ったんだけど、会釈してくれた人がいて、その後もなんかね、なんか特にこう、なんかダメなこともしてないし、あのすごくあの優しい方だなって感じだったんだけど、すごいなんかすごいね、ちょっとカノンが自意識過剰だったかもしれんけどさ、ちょっとなんかあのちょっとカノンのことを気にかけてくださってるかなって感じだったのよ。やばい、カノンすごい自意識過剰な人みたいだけど、でもあるじゃん、そういう時って誰にでも。
そうでね、あ、じゃあちょっとこれはカノンのことを少なくとも知ってくださってる、知ってくださってる方かなって、ファンの方かなとか思ったんだけど、カノンその時本当に対処法が分かんなくて、そう無視したいわけじゃないんだけど、どうしたらいいかも分かんなくって、その人は全然悪くないんだよ、すごい、うん、礼儀正しいというか優しい方なんだけど、多分ね、そうなんだけど、カノンがどうしたらいいか分かんなくて、その場はそのまま何もなくふんって感じで終わっちゃったんだけどなんかね、その後にだから確認したことを思い出して、カノンもマネージャーさんに聞いたのよ。わかんない、そんなに狭い町なのかと分からんけど、そうあって、そんなことでマネージャーさんに聞いたのね。そしたらなんかそのやっぱりこうお仕事じゃないところだから、お仕事じゃないプライベートなところだから、こうちょかお話をしたりだとか握手をしたりだとか、まあ、そういうのはちょっとやっぱね、握手会だったりトーク会だったりいろいろあるわけで、それとはまたね違うわけだから、そういうのはちょっとやめた方がいいよっていうことだった。そう、その方はね全然そんなこともなく、すごく勇気方だったんですけど、そういうことを例としてあげてくれて、だからお話とか握手とかは調べたけど、そのね会釈をねもししてくれたりとか、まあそう明らかにこうちょっと知ってるかもっていう感じだったら、こうニコッとねするとか、会釈をするくらいは全然良いでございますっていうことでね、そんなガン無視したいわけじゃないからさ、カノンもミキちゃん、ミキちゃん、そうガン無視したいわけじゃないからさ、そうやって言われたのでさ、なんか遠くその時の話でさ、前のさ配信の時にタクシャンビームを少し離れたところからやるって言ってくださった方がいて、そう今もなんか3本出してすれ違うとかそうなんか言ってくれて、だからあ、タクシャンビーム面白いと思って、だからもしこれは提案ね、もしカノンをまあ万が一ね、もう何かしらの変なんかタイミングで見かけたとするじゃないですか、何にもない日にカノンもなんか普通になんかコーヒー飲んでるとかそういう感じの時に見かけたら、ちょっと離れたところからタコシャンビームをしてみてください。はい、でそしたら話がそしたらちょっとカノンもタコシャンビームを返すから、それはちょっと喋ってもないし、握手もしてないしトークだから、気づいたらタコシャンビームを返そうかなって考えた。アイドルみたいだって、アイドルじゃないのかな、カノン大丈夫かな、そう、そうそう、どうもどうも、タクシャンビーム、タクシャンビームはこうですよ、タクシャンビーム、声は出さなくてもいいんですけど、こうやってやってくれて、気づいたらあっと思ったらこうやってからもやるからタクシャンビームはやりますよね。まああったらの話です。まあ、会うかわかんないし、まあそんなこともなかなかねないと思うし、別に強制でもないんだけど、もしよかったらやってみて。でそれはさ、そう恥ずかしいでしょ、カノンも思う。カノンは全然タクシャンビームできるんだけど、そうなの、カノンが気づかないこともあるし、いいね、ありがとうございます。あれカノンちゃんかもって思って一生懸命やったら全然違う人で、ちょっとドン引きされる可能性もあるから、すんごいやる気じゃないな、勇気を勇気が出たら、もし出たらやってみてください。ごめん、でも気づかなかったら悪気はないので、見てみないふりは絶対しないので、気づかなかったら、あ、気づかなかったんだなって思ってもらいたいんですけど、うん恥ずかしいか、面白いね、だって、あ、まあもしそうマスクしてやるのはい、もしよければやってみてください。それが一番なんか平和かなみたいな感じに思ったので、はい、お、栄で見たことある、おお、やっぱさ、栄とかだとさ、やっぱまあど、まあ一緒に一回ぐらいは多分 あるかもしれないからさ、そういうこと絶対に
遠くから見てるわ。だってもうそれもちろんそれでも、まあカノンはね全然気づかずのうのうとライフをしますんで、はい、じゃあじゃあだってでは渚の夢でそろそろ行こっかな。ちょっといっぱい喋ってたらもう1時間経つよって話なんで、頑張って練習します。しなちゃんのギターで、それはね思うっていうか、あのなんかこのねカノンの今いつも弾いてるギターを選ぶ時もちゃんとカノンの体に合わせて弾いてもらったんだけれども、すなちゃんさあのおててそんなに変わらんからさ、そうカノンもあっちでもやってみてもいいかもしれない。木本カノンさん他人のフリしようだ、他人弾いてもらった、選んでもらった、あ弾いてもらったって言っちゃったかも、選んでもらった、すごい選んでもらったって言って伝えたかった、よいしょ、いやー気づかない自信しかないだって、あなるほどね、それはだってさ人何人もいるからさ難しいよね、なかなかさ難しいと思う。ちょっとオラマルにも協力してもらうもんか、効果あるか分かんないけど、はい、なんかこのコードはちょっと合ってるかわかんないんだよね。チャチャチャラチャ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 するじゃないと、あごめんなさいコメントが飛んじゃうかも。ちょっとあれが定まらないな、ジャッジャがジャッジャがなんだっけなんだっけこういうのなんて言うんだっけ、なんて言うんだったっけ、ストロークか、ストロークか全然出てこなかった。何が合ってるか分かんないかっていうと D on F シャープですね、これがこの押さえ方でいくかっていう、分からない。あ、こうだ。
ラブです。それは言えます。大好き。ではもう一回頑張る。まあイントロはちょっと省略。エコパ思い出しますね。確かに。これがこうなっちゃってたのに気づいた。直そう。よし、じゃあ難しいところ。キーラー近くで下で、ここは鳴るの？ここはなんか違うかも。3だって、こっちかも。キーラー、え、違うか。歌えてたから多分違うな。バチバチありがとうございます。Bサス4からの B だって。ああ難しい。うん、合ってたかな。あれ、気にしなくてよかったかな。まあ弾けてたからとりあえず行くか。東海、あ、え、終わるの？東海9時までか。そっかそっか。おー、あー、よかったよ。だってありがとうございます。聞いてくれてありがとうございます。エコパが蘇る。合ってたと思う。だってありがとうございます。じゃあちょっとそのまま練習しよう。小さいことは気にしない。はい、行くって。分かったか。そんなの関係ねえってことですね。頑張ろう。キーガーキーガー一個あったな。ここだ。声ね、それわかる。もうね、ここあのね、ゆいちゃんの声はね、頭にねスッて出てくる。すごく
ずれた。嘘、ずれた？トゥルルトゥ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 ルこれ合ってないかも。ノーギュインよ、だってノーギュインって聞いたことない。ノーギュイン、ポツ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 、左手がね多分バテてき、飽きてはない、飽きてない、左手がバテてきてますね。力任せにやるからだよね、まだ。あー、バテちゃった。もう左手がもうこういう感じこういう感じです。休憩入ります。水分を求めてる、水分を左手が求めてます。そう、何度もやるしかないですね。コーヒー飲んで一息だって、いいね、コーヒー飲みたい。エナジードリンク持ってこうか、だって、ありがとう。再生しようだって、ググ、ありがとう、ありがとうございます。ググ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 、あと5秒で復活するはず。5、4、3、2、1、あー、復活、頑張る、いきますよ。なぜかんとかやってみよう。もう続き続き続きって感じだから。なーかんとかやりなんといきます。
続き、違う、呼び捨てみたいじゃないですか。違いますよ、失礼です、呼び捨てではないです。ポツポツしてる、本当にポポポポポポポ。配信でやるのは次一回引いてやめます。読んでないありがとうございます、来てくださって。次ね、配信でやるのはやめます、多分繰り返しになっちゃうから。では行きますね、最後にもう一回。上出来だってありがとうございます。あ、あれですね、多分コードだと思うんですけど、コードはあのなんだっけ、あの拾ってきましたよ、拾ってきました、ネットさんから。はい、あとは反復なことよく頑張っていく、あ、ありがとう、アメちゃんもありがとうございます。皆さん、皆さんもよくぞこの配信に付き合っていただきました。教えてくださった方はもちろん、聞いてくださった方ありがとうございます。ということでね、今日はちょっと季節感わらわらわらっていうテロップで配信を進めてまいりましたので、ちょっと最後にももう一回季節感を。夏よ僕のため急いでくれ、青海が待ちきれない、イエーイ、コラボができましたね。クリスマスとお正月と夏、すごい、やっぱりそっくりだって。あ、落としちゃった、ちょっと移動。そう、あのそっくりさんでやらせてもらってるからさ、頑張れカノン。
なんで渚さんに泣くのかって言ったら、あそっか、そうだね、やっぱりさ、渚は10期みんなにとって本当に大切な曲であるからさ、そうだね、うん、忘れないし、これからもいっぱい歌っていきたいなって思う。めっちゃ見るやん。だって鼻の違いだとちょっとさすがに放送事故になったりやだからさ、ちょっと鼻はあのやめときます。できなくもないよこれ、このなんか牛みたいな、牛みたいの鼻もできなくもないけど、やめます、やめときますあ、やばい、自分つぼりそう、このオラマルに。大丈夫かなこれ、ちょっと、おい、はい、どうも、僕はオラマルです。牛になっちゃいました。もう牛、あ、やる、いくよ、牛しししカエルマンジュ、ここだけ見るとカエルマンジュ、カエルマンジュの出来上がり、プシッ、やめて、プシッされちゃうとダメです。帰り先輩って渚の道を歌うのも見てみたい気もするんですけど、それすごく思う。もちろんさ、10期のこうみんなでねこう歌ってくっていうのもすごい楽しいし、あの好きなんだけど、やっぱりさ、こう先輩たちのパフォーマンスってさ、もちろんすごいじゃない。だから先輩たちのあのパフォーマンスで渚さんをやった10期の良さもあるんだよ、もちろん10期の10期のあの時のエコパもそうだし、パフォーマンスの良さもあると思うんだけど、もちろん先輩たちがやったらっていうのはすごい思う。しかもあの衣装を着てやってみて面白いなって思います。はい、ということで、じゃあ最後にもう一回お知らせをして今日は終わろうかなって思います。そのバキコさん踊ってくれましたね。あ、それで言ったらコント劇の先輩たちみんな一回ね、マキコさんのインスタ何踊ってみたってやつで踊ってくれた。でも衣装はあの普通にジャージ、あ、レッスンの感じだったからそれは違うんだけど、うん、はい、お知らせ、そう、あの衣装でギュイーン頑張ります。何の衣装じゃ、衣装じゃなくて、お知らせは明日のおはようさんちゃんラジオのお知らせです。おはようさんちゃんラジオ、おはようさんちゃんラジオは、やります。おはようさんちゃんラジオやるんですけど、時間がここが重大ですね。本当に時間が13時からになりますので、明日の13時からおはようさんちゃんラジオはやるので、ぜひあのそこをお間違いなく皆さん遊びに来てくれたら嬉しいなって思います。それであの今回ゲストさんはいらっしゃらないんですけど、新しい企画のカノンの日本完食を第1弾1回目を放送しますので、ぜひそれをねちょっと皆さん見に来てください。そうそう、おはようじゃないんだよ。だからちょっとお昼だけどおはようさんちゃんラジオってちょっとやろうかなって考えてます。 OK、 皆さんありがとうございます。そう、あの、え、朝5時じゃないですよ。朝、え、遅く時はい、遅ようだって遅よう、楽しみ、ありがとうございます。こんにちは、ちょっと音源がね入っちゃってるから、あのジングルにみんなで食べるパターンだって、ちょっとねあのお知らせしてないから、何食べるかちょっと C にして、お知らせしてないよね、 C にしておきますんで、はい、何食べるかなって、あれ、あれ、カノンなんか間違えちゃったかな。カノンの日本完食でございます。あ、おはようさんちゃんラジオは変えません。おはようさんちゃんラジオ13時にやります。はい、ということでぜひ皆さん見に来てくださいね。ということで今日は季節感わらわらわら配信でした。イエーイ、すぬちゃんもありがとう。ちょっと記念撮影しといて、パシャ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 、りょうです、ありがとうございます。ミックスになる、さあどうかな、どうかな、了解、ありがとうございます。はい、ではそろそろサンデスタイムに行こうと思います。
とピーチソーダをかけますね。よし、ピーチソーダ、ピーチソーダ、ピーチソーダ。明日13時です。よろしくお願いします。